今回紹介する本は、東田直樹さんの、属自閉症の僕が飛び跳ねる理由、会話のできない高校生がたどる心の奇跡という本です。この本の詳細については、前作、自閉症の僕が飛び跳ねる理由、会話のできない中学生が綴る内なる心をご確認いただきたいと思います。 今回はその続編となっております。ではここで実際にこの本を読まれた方の感想をご紹介します。自閉症の僕が飛び跳ねる理由を読みました。この本は私の価値観を根底から覆してくれた衝撃の一冊です。人生を変えてくれたと言っても過言ではありません。人を見た目で 知ったつもりになって勝手に評価していました。なんて傲慢だったんでしょう。その衝撃の本の続編です。中学生だった作者が高校生になってより具体的にその心情を伝えてくれています。人の持つ力の素晴らしさを認識できました。本当にありがたい出会いです。もう一人の方の感想です。 6歳の息子も東田くんのように全く話せないので、この本はとても役に立ちました。なるほどと思えることがたくさんで、少し息子の行動の意味が分かってきたような気がして嬉しいです。東田くんに、ありがとうと言いたいです。さらにもう一人の方の感想です。まだ成人式も迎えていない10代後半の著者。彼は 自閉を抱えながらも、その心内をとてもわかりやすく解いてくれている。彼は、今まで生き抜いていた苦労や挫折、葛藤が、見開きページごとに Q&A 方式で述べている。彼は障害者ではなく、単に自閉という特徴を持った一人の人格です。人って本当に素晴らしい、感動しました。以上。 読者の方の感想をご紹介いたしました。興味のある人は詳細はこちらから実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。また他の商品の紹介も見てみてください。最後によかったらチャンネル登録をお願いいたします。